どうも、めちゃめちゃメスです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね。今日はね、新チーム、はい、強いチームね、高校ランキング、ベスト3ということでね、まあ、新チーム注目してほしい、高校ランキングベスト3ですね。まあ、これはね、ほんまにこうね、今ね、まあ、脳情報というか、ね、皆さんこの甲子園終わって、まあ、やっと一旦落ち着いた、みたいなね、期間というか、まあ、時期やと思うんですけど、まあもう高校生はね、もういろんなね、もう秋に向けてね、ほんま新チームで、もう日々ね、努力して、もうね、次のね、春の甲子園をね、かけた戦いっていうのが、もう始まってきますし、始まってるところもあるんで、じゃあその中でね、じゃあ強いチーム、どこやねんっていうのをね、ちょっとね、紹介したいなと。ほんまにね、1年ごとにもう全然違うチームになるんで、もう同じチームとかね、そういうのってもう着てるユニフォームなだけで、もうチーム全体がね、全部変わるんで、じゃあまあそんな中でね、まあ今年ね、まあ強いと言われてる、高校ベスト3、僕メッセージもね、注目してほしいなと思う高校をね、言っていきたいなと。まず3位は、僕はやっぱ、神村ですね。神村学園ね、今年ベスト4まで行って、まあそのね、期間的にね、今からこう準備するのとか、やっぱそういうのはね、結構大変になってくると思うんですけど、やっぱね、僕はこの早瀬投手っていうのをものすごく高く評価しとって、ね、実際現地で見たんですけど、やっぱあれは打てないんですよね。やっぱ大社高校のやっぱ右バッターに対してのやっぱスライダーっていうのがほんまに一級品なんで、だからほんまに何でしょう。こう左バッターが多いチームじゃないとやっぱねあれはなかなかね打ち崩せないと思いますし、でやっぱ左は左でね、あの落ちる球ね、フォークボールかな、チェンジアップか多分どっちかあるんですけど、やっぱあれにがあることによってやっぱ左バッターも打ちにくいで、まあほんまに何でしょう、京都国際みたいなチームじゃないとやっぱあの神村っていうのはなかなか打てないのかなと。でなんでじゃあ京都国際みたいなチームは神村を打てんねんっていうと、やっぱりねこのトップが残ってるからなんですよね。でこのトップが残ってることによって体が前に行ってもねここが残ってるんでね、パンってバット出せるんですよ。だからやっぱりそういうチームじゃないとやっぱねあの早瀬くんを打てない。でましてやね、県内レベルで鹿児島とかで言うと、まあ、強いチームも多いんですけどね、僕の勝手なねイメージなんですけど、やっぱ鹿児島のいいバッターって、右バッターが多いんで、あの正林くんなんかが、珍しいだけで、僕はなんか右バッターの方がね多いイメージがあるんで、やっぱ右バッターであれ打つのはなかなか困難かなと。僕もねやっぱね右バッターやったらあれ多分もうスライダーえぐいんで、やっぱもう当たんないんですよ、ね、でも左バッターね僕両打ちやったんで、ね、左バッター目線で見るとまだね見えるんですよ、球が。ってなってくると、やっぱり、ね、左バッター次第なんで、やっぱり左バッターがいいチームじゃないと勝てない。でも左バッターでもなかなか打てないっていうので、まずね、神村はめちゃくちゃ強いです。はい。で、まあ、2位はまあ小物ですよね。もうほんま2年生、スタメン全員がね、2年生っていうのはね、こう、もともとね、聞いてましたし、まあ、その監督の不祥事とか、まあね、いろいろなんかね、あって、まあ、ごたついた中やったんですけど、やっぱりそのね、チーム全体が、その、あ、俺は甲子園で出場せえへんかったんや、ってなったチームって、やっぱね、なんか覚えないと、なんかこのまんまじゃあかんっていうので、めちゃくちゃね、急成長すると思うんですよ。で、まあ他のチームとかもね、まあもちろんね、強くなってきてますし、レベルをね、上げてくると思うんですけど、やっぱりそういうね、スタメン全員がね、やっぱその肌感覚で、分かって、甲子園で敗北を知って、ね、その夏の怖さ、夏のね、戦い方とかを知った上での新チームっていうのは、やっぱね、ちょっとこう、なんでしょう、こういう場合の時のやっぱり左ピッチャーってね、ほんまにね、急に覚醒したりね、しだすと思うんで、だからほんまに、この小物高校はなかなか僕は注目しときたいなと、なかなか来るなと、思ってますね。ほんまにこうね、敗戦をね、バネに、強くなるっていうのが結構あるあるなんで、まあ、この小物高校は間違いなくね、強くなってくるのかなと、思います。で1位なんですけど、まあ、これはね、もう一個の方ね、動画でもね、もう一個の方のアカウントでもね出してるんですけど、やっぱりね東洋大姫路じゃないんですが、今年はほんまにね、あのそっちの動画でも言ったんですけど、
もうダントツなんでね、岡田監督がやっぱりその新しいね、こうなんていうんですか、ね、言うんですか、こう会社監督もこう3年かけてね、強いチームをね作ったじゃないですか。ほんでその自分が取りに行った選手が、ちょうどね3年生になってくるっていうことで、もうねかなり、強いと、思われます。で、まあこのね、強いチームね3戦をね、言ったんですけど、まあ、これはあくまで春の話で、でこれがね夏になってくるとね、この春のデータとか今現段階でね強いって言われてるチームとかがやっぱり全然ね出てこなくなるというかね、結局やっぱ強いって言われとってもね勝てないのがやっぱ高校野球なんで、だからやっぱそう思うとなんかねこの高校野球の難しさとかもあるんですけど、やっぱなんでしょう、ここね今この段階で強いって言われとってもこの3校が全部ね甲子園に、ね出ないっていうね場合もあるんでね、だから何が言いたいかっていうと、ほんまにポテンシャルとか、名前がねあるチームであればあるほどね研究されるんで、だから今日今ね僕がねちょっとでもねこういうね動画でここがね強いって言ってるのは、もしかするとこのね言われてる側のチームからするともうすぐに不利なことでもあるんで、まあ大阪学院がまさにねそうやったようにね、注目を浴びすぎるがゆえに他のチームにデータを取られてやられるっていうね、場面というか、そういうことがね多々、高校野球、まあ高校野球っていうか、まあこの野球界ではねあるんで、だからほんまにね、この新チームねほんまにこう低反発バットになってね、どこがね出てくるかわからないっていうね状況なんで、まあでも特にまあこの3校を倒すのはまあ厳しいの、厳しいんじゃないのかなと。この3校を倒すところは今のところねやっぱ僕は県内でやったらもちろん見えてきてないんで、やっぱいろいろ見とってもいやちょっとこの3つは倒せないなっていうのが僕のね、個人的な感想と、やっぱこの3校をやっぱ倒すにはなんかね、期間がね短すぎんのかなっていうのが、ね、チームできてまだ2ヶ月、1ヶ月ね、まだ全然なところ1ヶ月も経ってね、甲子園で取ったところ1ヶ月も経ってない中、やっぱねこのチームを倒していかないって、倒していかないとダメっていうのがね、やっぱねこの高校野球の、ね、難しさやと思うんで、で他にもね僕はね入れたかったんですけど、沖縄尚学とかも今年はちょっと強いんじゃないのかなとね、1年生で147のね1夏でも147のピッチャーが、投げてましたし、やっぱり左ね147とかね、やっぱ150キロ近くのね掘るピッチャーっていうのはね、まあほんまになかなかね打てないんで、でも僕はその左ピッチャーよりかね、次2年生のピッチャーかな、それは今1年生でね1月デビューからの左147とか、それこそまあなんでしょう、剛腕のねピッチャーだから今年はまあ今朝丸くんとかね、まあ1個上の代にね今年の夏までのピッチャーで言ったらタイプで言ったらね今朝丸くんとか、それこそ作新の小川君とかね、そういうね、まっすぐピッチャーっていうのは意外と僕は打たれるなっていうのにやっぱこの夏の甲子園でね、気づかされたんで、ね、前までやっぱ150掘って、140後半掘ってたらねやっぱバッターって打ってなかったんですけど、もう今の時代ね150でもね、140後半でもねどんどん打ってくるじゃないですか。じゃあなんでそんな打てるようになったんや、なったんかってね、聞くとやっぱね、マシンの普及であったり、で、あともう一個はね、まっすぐピッチャーがやっぱね、まっすぐにね、頼ってしまってるっていうところがね、結構あだになってくると思うんで、だからやっぱりね、このまっすぐピッチャー、だからこの、ね、なんや、沖縄尚学の140後半のね、左ピッチャーめちゃくちゃいいんですけど、でもやっぱりね、まっすぐに頼りすぎてるピッチャーっていうので、僕はこのね、3校の中にはね、入らなかったの、入りませんでしたっていう、ね、話ですね。で、この3校に、共通して言えるのはね、まっすぐを、まっすぐも速いんですけど、まっすぐをね、武器にしてないね、感じのね、ピッチャーが多いんで、なんかやっぱそういうピッチャーでもね、やっぱ秋の段階のチームが、打ち崩せるかって言われたらね、僕はなかなか厳しいのかなっていうのが、僕の中の見解です。はい。じゃあ皆さんが思うね、新チームね、強いチームとかね、あればね、もうほんまにね、時は進んでますから、もうね、言うてる前にね、この秋のチームもね、またね、選抜が始まって、で、選抜終わったらまたね、夏になるんで、ほんま一瞬なんで、
ね、だからね、またね、この新チームどうなるのか皆さんの意見、ぜひお聞かせください。それでは次のところで会いましょう。お疲れ。